ただいまより平成20年度全国高等学校総合体育大会相撲競技京都府予選会を開催します。優勝旗、優勝盾、優勝杯返還、鳥羽高校お願いします。相撲上がって、相撲全員上がって、全員じゃあ横大会委員長挨拶を専門部長井口信夫が行います。皆さんおはようございます。いよいよ総合体育大会のインターハイに向けての予選会、大変素晴らしい条件の下で開会することができました。京都府相撲連盟のご支援のもと、この武道センターで諸君が力いっぱいその力を発揮できることを期待したいと思います。3年生の諸君、私は君たちを1年生の時から見てきたつもりです。非常に体も心もしっかりと大きくなって十分な力を発揮できる、その力が、この時期に最高潮になったと私は信じております。諸君は相撲はこのインターハイの目標が最後ではありません。諸君はこれから卒業後、将来にわたって、生涯にわたって自分の相撲の道を極めていくことになると思います。これからも体と心をしっかりと鍛えて、この大会で自分の高校生活の集大成しっかりと発揮できるように頑張ってほしいと思います。1、2年生の諸君、日頃使っている技、本番の中で初めて使う技は絶対に成功することはありません。日頃の練習の中でいつ使うかわからないけれども、いつ使ってもしっかりと本番で発揮できるような、そういう技の練習が必要だと思います。諸君は来年のインターハイは京都で行われます。そのインターハイで諸君が全員この場で、京都市体育館の中でしっかりとした力が発揮できるよう、これからしっかりとした先輩を見習って頑張ってほしいと思います。今日の大会がそれぞれの最高の力が発揮できるような、そういう会になることを期待をしています。怪我をしないようにしっかりと頑張ってほしいと思います。以上です。はい、本大会は日本相撲連盟競技会規定にのって行います。選手宣誓、鳥羽高校主将、おいで剛君。これで開会式を終わります。一同礼。審判長谷川、主審田中、副審志村、早木、岸本、田中、それでは団体戦を開始します。
東鳥羽高校、西南京都高校、先鋒月本君、引き出しにて東竹村君の勝ち、副将東小出君、西中村君、東小出君の勝ち、大将戦東山中君、西峰山君、
勝負、こちらにて東山田学院の勝ち。以上の結果、5対0で鳥羽高校目八です。南京都高校、東へ回ってください。団体戦2回戦を行います。東に南京都高校、西京都学園高校、先鋒戦中野君、はい、西徳永君に代わりまして西村君、はい、中村君、西森君に代わりまして白崎君。
ただいまの勝負、突き出しにて西中澤君の勝ち。失礼しました、押し出しです。以上の結果、4対1で京都学園高校の勝ちとなりました。続いて団体3回戦を行います。東鳥羽高校、西に京都学園。先鋒戦、東月本君、はい、西村君、小林君の勝ち。続いて中堅戦、東竹村君、西山口君。竹村君の勝ち。続いて副将戦、東おいで君、西白崎君。この選手は座りなさい。待ったなし。いつも通り。はい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 。
東の勝ち。ただいまの勝負、下手投げにて東おいで君の勝ち。続いて大将戦、東山中君、西中澤君。0勝1点。以上の結果、鳥羽高校1位、京都学園2位、南京都3位となりました。あ、動いた。はい、で倒しにて東小平君の勝ち。東鳥羽安田君、西京都学園徳永君。そうついて控えの中澤君。やじゃん OK。 玉井選手は座りなさい。
で。西郎勝ち。ただいまの勝負、突き落としにて西峰山君の勝ち。次の対戦、東京都学園山口君、西小葉香山君、控えに中野清水。落ち着いて相手4件。はい、西の勝ち。ただいまの勝負、叩き込みにて西香山君の勝ち。次の対戦、東南京都中野君、西京都学園清水君、控えに中川宇野。ただいまの勝負、押し出しにて東中野君の勝ち。次の対戦、東南京都中川君、西小葉浦君、はい、中川森。